はい、さ、今回場所全然違うんですけど、ちょっと他の動画で宿泊所に来てます。そう、そこでついでに撮りたいだと、この動画はね、いろいろ持ってきたんで。で、僕以前ワークマンでなんか服をいっぱい買ったと思うんです。1万5千円分だったかな。あの時は、まあ、自分がいいなと思うものをバーって買いました。で、今回はちょっと絞ってみました。ジャンルを絞って、まあ、そのジャンルは何かっていうと、まあ、焚き火です。焚き火で、この服もその時に紹介したと思うんですけど、これも焚き火に強いって言いました。まあ、それなぜかっていうと、まあ、麺だからなんですね。麺。で、それを今回ちょっといくつか僕なりに買ってきたんで紹介したいと思います。で、まずは最新のカタログですね。ちょっと店頭にあったんで持ってきました。もらってきました。機動力に大差って。結構ね、ウェブとかにもあるんですけど、ワークマンサイト。最新のものっていうのはそこに出たりしてます。でも見た感じ、そこまで内容は変わってないのかなって気がしますね、僕は。トップページからその特設ページまで見たりするんですけど、まあ、いろんなものがあるよっていう、こういう雑誌もあるんで、もし気になる人がいたら取って、手に取って、それこれ見て良さそうなやつ選んで、これどこですかって聞いた方が早いかもしれません。少し探すのがね、やっぱりお店だと大変なんで。で、ライダースのやつとかもあるんで、僕はその辺もちょっとバイク乗るんで、僕はね、まあ、気になっております。で、今の季節はもう秋冬用ですね。冬、あったかいような服っていうのの品揃えがだいぶ増えてました。モコモコ系みたいのもあった。こういうバイカーのやつとかね。そうそうそう。あ、こういうのもあった。モコモコあった。これ2019年中の綿を 1.5 倍にしてますね。防寒性を向上。これもあったね。スリッポンもね。うん、という感じです。まあまあこれ置いといて、で、以前買ったこの青と、あ、紺と赤のやつあるじゃないですか。これの焚き火パーカーってなんか大人気だったらしいね、ネット で。それの新バージョンが出てました。で、買ってみました。それ、これが新バージョン、焚き火パーカーの新バージョン。ほら、フルジップなってる。フルジップ、これはね、半分ハーフジップなんだよ。こう、ここまでしか開かないんだけど、今回新しくなったやつはフルジップ、下まで落ちるやつ。だから、まあ、着やすいやつね、単純に。で、これ綿 100% ですね。こんな感じで綿 100% で2500円買いました。で、ポケットもちょっとジップになってる、ね、前のやつはこんな感じだった、ボタンだったんだけど、今回のやつはジップになっております。なんで少しデザインとかが変わった、機能が。なんだけど、まあ、綿 100% なんで、一応これも焚き火パーカーとして使えるんじゃないかなってことですね。で、腕の方はフルサイズ、自由にサイズを感を変えられますよって締め付けるか、まあ、後で着てみたいと思いますが、とりあえずこういう変更があった。フードは一緒ということで、これが焚き火パーカーでしょ。で、ポロシャツ、これも綿 100% これ可愛くないですか。これなんと値段が980円、980円で、これも綿が 100% のやつね。これも色のバリエーションが4パターンぐらいあったのかな。僕はこの色をなんとなく選んでみました。ポケットが左右で、下の方がストレートカットですね。普通のワシャツはなんだこんなになってますけど、これは出して切り用のストレートカットになっております。袖の方はこういう感じで、襟元で、僕自体は L サイズで購入しましたね。コットンビエラチェック柄シャツらしい、名前がっていうワイシャツ買いました。で、このエプロン、結構キャンプとか行くとエプロン着てる人は少ないですけど、割となんかトレンドみたいですね。おしゃれにキャンプしようってみたいな感じ、うん、で、ここ綿 100% って書いてますね。で、デニム生地ですね。お、まあまあまあ、デニムっていうと全然無難じゃないでしょうか、デザイン的に。これおしゃれだね、内ポケットっていう感じで、背面、後ろにもポケットのね、機能性がやっぱりいいんですよね。
昨日とあと耐火性ですね、耐火性というかその普通の服、下の服が汚れないっていうのが利点ですね。アウトドア行くと結構やっぱり汚れちゃうんですよ、どうしてもね、いろんなことするんで、まあ、そういう時に汚したくない時にエプロン羽織ると、まあ、いいよっていうことですよ。で横はこんな感じでボタンで開けるので、普通のちょっとエプロンとは違ったような着方になるかと思います。後ろで紐を結ぶっていうのがいいんですけど、もちろんね、今回は着てこっちボタンを止めるタイプのエプロンになっております。首元、表の首元ね、ここいいね、なんかいろいろ入れれるね、人参とか、こっちはインゲンとか入れるんじゃないか、まあこんな感じになってます。であとついでにもうこれ買いました、ノコギリ。折りたたみのノコギリ持ってなかったんで、外に持ち出すときは折りたたみのノコギリ 240mm 1500円、仮枠用今日買ったってことです。で、あとズボンないじゃないってなるじゃないですか。ズボンはまあ以前買ったジョガーパンツっていうやつ、1900円だったやつ、僕だいぶ使ってるんで色々すごいですけど、毎日折れてる。これが綿が 97% ぐらいなんですよ。だからほぼほぼこれで大丈夫っていうことですね。ストレッチ機能もあるし、結構絞りなんで、絞りなんでだいぶ履きやすいです。これがまあ 97% なんで、まあ、このセットであれば、まあ、待機美容には最適なんじゃないかなという話ですね。はい、これはワイシャツですね。で下はさっきのジョガーパンツの色違いですね。っていうこんな感じ、まあ、秋って感じですね。どっちかっつったら冬はこれに羽織らないときついかもしれないけど、見た目はこんな感じね。本当はな、上につけた方がいいね。こう細身でちょうどいいんじゃないでしょうか。で肩も落ちず、僕は L サイズ、僕170センチですね。で大体こんな感じで、ポケットも2つあるんで使いやすい人はいるかもしれないです。タバコ吸わないですけど僕はね、タバコ入るかな、でもちょっと狭いな、この幅が狭いかも、まあ、エプロン、まあ、エプロン着るタイミングちょっと難しいけどね、普通に着てきたらなんだこいつってなるよね普通。だけど、まあ、それをスマートにやったら、お、こいつバーベキュー歴長いってなるかもしれないですね。ワンランク上感が出るかもしれない。僕は来たくないですけど、これを着ると思ってちょっと買ってみました。アウトドアエプロンっていうジャンルらしいけど、まあいいじゃないですか。買うんじゃん。結構。うん、洋服汚れないからいいっすね。ポケットも割と広いから、こうやってやる人いるよね。いいんじゃないでしょうか、エプロン。ジップ開けると、こんな感じのサイズか、パーカー。絞りもちゃんとついてますね、首元。絞り。ジップ閉めると、こんな感じだね。はい、どうでしょうか。いいんじゃないですか。色的に紺と紫ってどうなのか分かんないけど、横白、うん、こんな感じの雰囲気になってる。ジップ結構上まで来るんで、この首元もいいですね、守れるかもしれない。この辺もね、手の感じ、うん、これ僕は M サイズ、違う、 L か、なんだっけ、ん、 M だった気がするけど、あ、L だ。M。2500円。で、ポケット。両サイドジップ。やっぱジップの方がね、結構安心ですよね。バイクとか乗ってるとね、つるっと落ちることあるんですね。携帯とかが。だから、ジップとかやってるといい。
うん、煩わしい時もあるけど、あ、ジップだって、どっちも、まあ、時と状況によるけど、今回はジップのポケットになっております。で、ここもちろん繋がってますね。前のは繋がってたけどね、今回のやつは繋がってないっていう、はい、そういったものになっています。で、これが前買ったやつ、焚き火パーカー、ネットで人気の焚き火パーカー、フルジップじゃないハーフジップなやつですね。ウエストオブグレーかな、違うか、二度落ちしたぐらいまでジップがある。これはこれでいいけど、全然ただモデルチェンジがあったっていうだけ。あとは一緒かな、ほぼ何も変わってないと思う。ここが繋がってるとかという細かな違いはあるけど、基本は一緒だよね、サイズ感とか。これポケットある、焚き火パーカー、ズボン白すぎね、これ使いすぎ、ほんと毎日着てますね、ほぼ作業中も着てるし、パソコンしてる時も着るんで、めっちゃ使いすぎて真っ白になってる。ほんとはもっと濃い、こんな色、こんな色、まだもっと濃いな、これの濃い、色落ちてるけど、焚き火パーカー、今前見ると、こういいよね、このかっこよくないですか、デザイン的に2色、しかも落ち着いた色だから、あんま派手派手しいのが好きじゃない人もいると思うんですけど、落ち着いた中にもカラーリングでちょっとおしゃれにっていう感じで、僕は結構好きですね。はい、麺を燃やしてみます。これ線香ですね。キノコが飛んできた場合、ポリエステルですね。次は はい、ちょっと検証みたいなことをしてみましたけど、どうですか。ポリエステルはもう速攻穴開いてましたね。もうつくタイミングでパッて穴が感じで、麺は当てて少し経ったら沈んでって、そこから火がこうじゅわ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 で消えるって感じでした。ちょっと燃え方に違い、溶け方に違いがあったのかなと思いますね。だからまあ麺がいいって言われてても、まあ、100% 別に火に耐性があるわけじゃなくて、まあ、燃えるは燃えるよっていうことですよ。ですがまあたまたま飛んできてポンって落ちるぐらい、当たってポンって落ちるぐらいでは麺は燃えないと思います、簡単には。だけどポリエステルはもうこんぐらいでも落ちるかもしれない、溶けるかもしれない、穴が開いちゃうかもしれないっていう感じですね。だからまあその辺を理解した上で、まあ、焚き火用に来た方がいいかなって感じ。もう絶対焚き火 OK ってわけじゃない、それつけたからってっていうところですね。やってみて分かったことは、まあ、その辺を理解して麺の服を買うなら買うでいいんじゃないでしょうかっていう話です。でそれを今回は僕は焚き火用にワークマンで麺 100% のものを揃えて、ほぼ 100% かのものを揃えてみたんで、ちょっと紹介させていただきました。では